愛しい人。愛しい人。愛しい人。おい、これめっちゃ似てるかもしれん。おばあちゃん、おばあちゃん、ほら、はい、持ってきた子供。はい、飲んで。おばあちゃん、はい、ごっ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 、ほら、おばあちゃん、はい、うい、顎からドーン、顎からドーン、カセルパンチじゃドーン、ドーン。おばあちゃん、はい、飲んで。おばあちゃん、ほら、子供、ほら、子供、ほら。はぁ、かわいらしい。はぁ、私の子、愛しい人。おばあちゃん、はい、もうホラーゲームじゃなくなってしもうた。早くも。おばあちゃん、どうしよう。まあ、綺麗な空、ほら。いたいた。マーニー、すぐ行く。オッケー。見て、愛しい基地がすぐそこに。愛しい基地やって。車庫つけていけるかも。愛しい基地。とりあえずやってみない。ダメ。天才ってこと。愛しい人やろ。愛しい人っていうやつ、あれ、俺絶対ロード・オブ・ザ・キャストにこれされるって、呼ばれるって。俺ユニバーのいい品関係者、ユニバーの人にさ、この声だけやったら俺あれやで、使用料かからへんで。そのあの人の、その本物の人の声優さんの使用料かからへんで。俺に言うてくれたら、そう、スメアゴールできるか。俺、愛しい人。いろいろ、これ喉の調子によってちょっとこうテンションが上がってる愛しい人もできるし、でも声かけてみて、ちょっと愛しい人っていうことだけ言える人いるねんって言うて、明日遊ぶ友達ユニバの、うん、そうそう、言うといて、スメアゴルの声ができる人がいてって言って、ハリーポッターのじゃなくてロードオブザリングの世界観やってくれへんって言うて、ちょっと言うといて、偉いさんに。愛しい人コーナーみたいな設けてほしいな、できれば。こう、なんていうの、こう、広く。もう、だから西のミニロン、東の、なんか、スリアン、例えば、ハリー・ポッター、そういうの、北の、なんか、その、スメアゴールの館、みたいな。ガーってこう、いっぱい建物で、愛しい人、愛しい人がいい品種に来てもらいたい。ドビーってね、ドビーを知らんわ、俺。あ、ロード・オブ・ザ・リングってユニバーちゃうんかな。スメアゴールの、そう、ヤガタに、それ、うまいこと、謎を解けたら、カルティエの金の、やつもらえね。その、カルティエの作ったやつもらえるっていう。それをかけて、みんなが、それを求める。どれ、愛しい人、みんなで言わなあかんねん。愛しい人、愛しい人ってみんな、男の子も女の子、全員、わー、愛しい人って、君って言って。俺がピックアップしてから、はい、君と、はい、その右から3番目の君って言って、全員愛しい人コンテストして、最後、頂上に立つ愛しい人に、俺はそのカルティエの金のリングをプレゼントする。ああ、そやな、ドルチアンドガッパーナみたいなことやろ。ストゥーピファイみたいなことやろ。ドルチアンドガッパーナって、確かにそやな、ストゥーピファイに近いところがあるな。愛しい人やろ。うん、いい。これはまだ今のとこ来てないけどね。そろそろ来るんちゃうかとは思ってるよ。でもユニバーサル・スタジオ・ジャパンから愛しい人ってやつ、いつでもやるけど。